日本北海道根室市弁天島画像上端の細長い島が弁天島。この画像は髪型が北西方角である。1978年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。弁天島は北海道根室港にある無人島。 アイヌ語では大きな島を意味するホロモシリと呼ばれており、江戸時代の和人は大黒島と呼んだ。高田や花平が島に別在者を建てたことから、後に弁天島と呼ばれるようになった。島全域がおほうつく文化の重要な遺跡となっているほか、現存しないものの1872年にこの島に建てられた灯台は、北海道では最古のものだった。 根室市琴平町から約600メートル西の沖合、根室港からは、北西約200メートル沖にある。面積0.05平方キロメートル、周1.2キロメートル。島から、北防波堤、西防波堤が建設されており、この両防波堤とともに島自体が、根室港の防波堤の役割を果たしている。1878年、親とい外国人だった。 考古学者、ジョン・ミルンが、弁天島で貝塚を発見した。これは、モヨロ貝塚などと同様に、オホーツク文化に属するもので、島全体が貝塚となっていて、縦穴式住居や、大量の動物の骨を伴うものだった。この遺跡は、オホーツク文化を研究する上では重要なものだったが、その重要性は、日本国内よりも、もっぱら海外で認識されるにどまった。 貝塚の発掘はその後も続けられたが、日本人による本格的な調査は1962年に東京教育大学により実施された。この調査では、縦穴式住居からヒグマ、エゾシカ、アザラシ、クジラと推定される骨や石器も出土した。これらは、オホーツク人が怪獣や獣を狩猟していたことを示すものと考えられている。 1782年に、伊勢の海戦や大黒屋コーダユーが、白国を江戸を目指して出港したが、遭難して、アリューシャン列島まで流された。彼らは、ロシアのアダム・ラクスマンらに救助され、当時のロシア帝国の首都、ペテルブルクまで赴き、女帝エカチェリーナ2世に越見した。その後、ラクスマンは、県費施設として、大黒屋コーダユーらを伴って、再び、 日本へ向かった。ラクスマンらは1792年10月20日に根室港へ到着した。ラクスマン一行は弁天島に船を停泊させ、総勢42名で根室に上陸、そこで8ヶ月を過ごした。冬の間は結評した湾内でスケートをしており、これは日本における最古のアイススケートだとされている。海鮮業者、高田屋貨平は、 エトロフ島への航路を開いて成功した。文化年間に高田や貨幣はこの島にベザイ店を採取した。これが後に弁天島の名前の由来とされている。しかしこの社は1843年に山田文衛門が起こした失火が原因で消失した。再建されたのは22年後の1865年のことで富士の騎兵が費用を負担した。 明治時代に入ると、地元の住民が費用を負担して、春と秋の霊祭を放祭するようになり、1882年には、尊社として認められた。現在の社殿は1958年建築の、コンクリート製のものだが、店舗6年製の石鳥居が現存し、社宝となっている。この弁天社は後に、市木島神社となり、 例年9月15日を祭礼日と定めて神事が営まれている。弁天島は北海道埋蔵文化指定地域となっており、普段は上陸できないが、この祭りの時だけは根室港から渡し船が出て上陸ができるようになる。江戸時代末期に北海道を探検した松浦武志郎は知床日誌の中でこの島について記録している。その報告によると、 この島は、アイヌ人たちによって、ホロモシリと呼ばれていた。松浦は、ホロモシリは、海上五長州九長だと報告している。松浦武四郎によれば、島には、弁天舎があり、当時の和人はこの島を、大黒島と呼んでいたという。根室港のある、根室湾や、周辺海域の野付水道や根室海峡などは、暗礁が多く、航海の難所だった。 明治3年に日本とイギリス海軍が協力してこの海域の測量を行い、航海の道しるべとして、根室、弁天島、花坂の3カ所に灯台を建設することになった。はじめは目標だったが、明治5年から10日が灯されるようになった。これは北海道最古の灯台である。建設費は北海道開拓市の松本重郎が私費で賄った。 東大は後に改築されたが、1945年の北海道空襲で滅失した。1931年に大西洋横断飛行で有名になったチャールズ・リンドバーグがアメリカから北太平洋を横断して訪日した。この時リンドバーグはアラスカからカムチャツカ半島、千島列島に沿って日本へ向かい、クナシリ島に停泊した後、 8月24日に、根室上空に到達、根室半島北岸の紅煙岬の沖合から、弁天島の北を通り、根室港に着水した。根室市内にはもう一つ別の、弁天島がある。北方領土の歯舞諸島を構成する島の一つで、全域が、根室市の管轄となっているタラク島の北側に、弁天島という小島がある。ありがとうございます。